やあ、ぼうくん、こんにちは。ガイです。今日はですね、このキッチンからリファイトクラブの進捗状況をお知らせしようと思います。報告ですよね。一つね、食生活の改善をしようかと思ってます。私は深夜に2時とか3時に起き出して、そっから1日がスタートするんですけども、その途中で、ね、やっぱりね、朝食代わりの早い深夜の夜食みたいなの食べちゃうんですよ。もちろん食べた後に寝ることはないんで、食べたらずーっと活動して、で、そのまんま20時ぐらいまでノンストップで行って21時ぐらいに寝るみたいな感じです。ちなみに夕食は午後5時にとります。で、遅くても夕方の7時ぐらいに最後の食事を食べて、それから2時間後に就寝。もう本当にぐっすり寝るって感じですよね。で、今回ね、その食生活のライフサイクルはこれから徐々にお知らせするとして、今まで私が好きで食べていたものをね、ちょっと見てほしいんですよ。まずこれですね。レトルト食品、最悪ですね。すき焼き丼。これをご飯にかけて食べると美味しい。卵をポロッと落としてね。これはちょっと美味しいだけに良くないかなと思ってしまうことにします。同じようなシリーズで、レトルトカレーもこのゴールデンカレーが大好きなんでね、ひどい時には毎食食べていたということもあります。これもしまっちゃいます。あとはね、深夜の棒ラーメン。これがまた美味しいんですよ。各地の名産ラーメンを買ってきてね。で、この中に2食分入ってるんですよ。これ鹿児島ですか。だから、食べた後に次の日も食べる。もちろん、スープもしっかりといただいちゃいますね。これも封印です。で、代わりにどんなものを夜食として取るかというと、今スーパーではね、こうやったお手軽切った野菜があるんですよ。もやし、キャベツ、で、ピーマンに人参というね、しっかり入ってるでしょ。で、これを焼いて、塩コショウなどをして、で、ちょっとね、もしかしたらソースをかけるかもしれないんですけども、その辺ソースもだいぶね、糖質が入ってるんで用心しながら、だいたい塩コショウと、あとはね、ウインナーを2本ぐらい、それを刻んだやつを肉代わりに入れて、これを炒めてね、食べてみようかと思います。多分、結構これ1個で98円なんですけども、空腹が満たされるのかなと思うんですよ。で、足りなければ、もやしを追加したりとか、これを2つ食べたりとかね、してみようかと思いますけども、いかがでしょうか。そして飲み物なんですけども、私は圧倒的にコーヒーをブラックで飲むことが多いんですよ。で、お茶も夏場は飲んでましたけども、そこもね、飲み物をちょっと改善しようかと思います。このどっかで見たことのある水が大量にありますんで、この水のペットボトルにですね、スーパーで買ってきたレモン果汁。こいつをですね、ちょちょっと垂らして、レモン水にして、ビタミン C とともに飲む。一晩に1本から2本飲む。水分補給、これでいいんじゃないかなと思いますね。で、朝は、ちょっとウォーキングをね、小1時間して、そしてウォーキングの途中で、例のスクワットね、教えてもらったやつをこうやってね、これをやろうかと思うんですけどもね。まずはこの辺りから始めていこうかと思います。もちろん、腕立て伏せも、腹筋も、それから懸垂も逆立ちもいろいろとバリエーションあるんですけども、今回ね、全部をまたリスタートしちゃうと潰れてしまってもいけないんで、徐々に増やす感じでいこうかと思います。で、自分のライフサイクルと運動量にバランスするところでね、とりあえずは体を作っていって、食事とトレーニングと調整していって、普段の暮らしにもひびが入らないように少しずつやってみようかと思いますね。まずは10日を目標に継続して、10日ができるようになったら、次の10日間、合計20日に挑戦して、それもできるようになったら30日をきっちりと終えるとこまでいこうかと思います。で、30日ぴっちりいったらそこで終わるんではなくって、さらに5日、さらに10日っていう感じで、ずーっとね、座り込み継続何日みたいなのがね、へのこでありますけども、あれと似たような感覚で、1日のうちに継続できれば次、継続でできれば次みたいな感じで、で、途絶えてしまっても必要以上に落ち込まずに、また一から始めようという気持ちで、またね、トレーニングをやっていこうかと思います。で、ハードなトレーニングは、もういきなりするんじゃなくてね、徐々に後ろの方に、例えば春ぐらいとか夏ぐらいに、照準を合わせていこうかと思います。私ね、秋口から肩がものすごく痛んで、で、最近やっと緩和されてきたんですけども、もう2ヶ月以上経つんでね、結構肉離れとか重症なんじゃないかなと思うんですよ。もちろん、40肩、50肩っていうのもありますんで、その症状にも似てるんですけども、とりあえず物が持てないわけではないんですけども、あまり早いアクションを取るとね、ビリビリビリって痛むんですよ。ですのでちょっとね、肉離れ的なことがあるのかなと思いました。で、一応この筋トレでダンベルは20キロまで右左上がるんですよ。で、10回ほどできるのと、ゆっくり上げるやつがあるんですよ。ゆっくり上げるやつ。あれも何度かはできるんですよ。ただ、あんまりやりすぎると、ほんと筋肉に負担がかかって、次やるときが負担になりますんでね、嫌になっちゃうんで、まあ、そこら辺は、また筋トレの方は徐々にスタートしていこうと思います。当面は、ウォーキングとね、それからストレッチ、それから食事療法、このぐらいから始めようかと思います。それでは、今日の報告終わりです。また次よろしくお願いします。いってらっしゃい。